タレしか買ってねえじゃん。いや、納豆買ったじゃん、あの時も。まあね、いつもタレばっか買おうってさ。まあ、タレがうまければなんかね、補正でうまくなっちゃう。一緒にタレかけて食ってるご飯。なんか俺罵倒された。食べれるでしょ、正直。あ、やっぱり。ご飯にタレつけて、まあ、そこそこいける。考えました。おお、小笠原？ん？あ、小笠原。
分やることばっかだと。いや別にいいんだよ誰でしょ。でもいいよっていうタイプだから、したいじゃないか。じゃあ今日予定ないからみたいな。ごめんな星野、時間があればちょっと外に出ちゃうタイプが俺で悪かったな。あんまり、だから俺どっち、どっちでもいいよタイプだから。ああ、いやほら誰の嫌だってあるじゃん。多分二度と来ないと思うぜ、うん、だらだらせい。ああそういう旅行中に別にそれでもいい。草津の時思い出して分かるから。ああ思い出して大丈夫。ああ足湯にも足湯を回ろうぜって。やらけ、まあそっちの方が楽しいのもあるし、ね、やらなくてもいいかもしれない。ホテルもホテルだったらホテル回ってしまうからね一周。まあめっちゃでかく、まあめっちゃなんか走り回ったりなんか急いでなんか走ったりしまくったらまず全て1時間ぐらい休憩欲しい。その時点で俺も持たないと思うんだけどな体で。この辺からパーキング探してどうする。出てってください。出た、うん、あれ超面白かった、うん、出てってもらえればもう料金いらないみたいな。とかっていいんですかって逆に。ただで解除してくれた。いいっすよ、もう帰りますもん。踏み倒した感じ方法で。300円かかるケースがあったかもしれないからね。ありがとう女神、最高相場やんけ。あとは空いてれば、ね、空いてるから券出したってことだしね。 あれだろうな、一人しかいねうわおおおおお露骨な調査によって増やされた。待って、確かあれだ。よし、よいよ。
やっちゃって。カードが残ってる。これ。あー。あー。どうしたの？楽になれるぜ。出た。それはお前まさか伝説の大江戸温泉の時のやつ。そう。大江戸温泉の時、星野は動きやすいように別のバッグを持ってきたのだった。俺も持ってきた。今回も持ってきた。今回はさすがにいいかなって思った。もしまあ潰したらいけるかと思って。うん。充電器は持っててくれる？充電器は持ってくる。うん。あとはね、正直言ってクリップに変える必要ない気がする。ああこれ吸盤のまま立つじゃん、確か。ああこれを頼む、コードだけ頼む。あとは星野はそれをうまく後で持ってってか、最後に GoPro に引っこ抜く。おう、でも俺も言うてスマホと財布ぐらいかな。そうかも。よし。あ、違う、これじゃない。よし。どこだ、どこだ。あ、なんか写真大会行くと思った。出発でございます。さようなら。